やれやれだわね。お父さん、私たち見合いだからあんな照れくさいことなかったわね。あなる。お父さん、後で茶ダンスの一番下の引き出し見てくださいね。母さん、どこだ？母さん。お？は？引き出しの中から結婚記念日のプレゼントが出てきた。新しい財布だった。お父さん、いつもありがとう。ずいぶん我慢させたけど、これからはもう少し楽できると思います。これからも頑張ってください、マキ。これが未練だったのか。なあ親父、明日そっちに帰るから。春休みだよ、春休み。おふくろ騒がしかったから、一人で住んでると寂しいだろ。ああ。おい親父、聞いてるのか。ああ、これから寂しくなるな。私は少し泣いた。あれから僕が手にしたのは寂しさかもしれない。そんな気持ちを抱えたまま扉を開けてしまう。離れてゆく君の心になんとなく気づいてた。無理やり笑ってみせたのも今思えばおかしいね。すれ違う時間どうしようもなく届かない想い、臆病になって言葉なくした。さよなら、あの日口にしたのは僕で、それは傷つくことから逃げてただけだろう。どうして君を
うちの前はゴミ捨て場じゃないのに。何この変なゴミ。え、部長さんのもの？だからってそれとこれとは話が別よ。この際はっきり言ってやるんだから。あ、でもやっぱり言えないわ。次回の高橋留美子劇場はポイの家、お楽しみに。